Thank you.
The glimmer of the spark, the moonlight that surrounds us, and the fire within our hearts. And the fire will burn. カナビの未来を描くカナビジョンは、さまざまな観点から見たカナビの課題を可視化し、新しい未来を提案する仕組みのデザインです。現在のカナビは大きく3つの強みを持つ一方で、事務局、教員、学生それぞれが抱える課題に悩まされています。例えば事務局では事務仕事、学生窓口や来客対応など複合した業務の大半がアナログ管理であることや、教員の学生への情報の共有やスケジュール管理を行う共通の場所がなく、個々に負担がかかり他教授とのブッキング等が起こることも、学生においての設備使用の手続きが多かったり、専門外の分野の知識に触れる機会が少ないのが現状です。そんな時、カナビジョンなら IC 学生証を活用した快適な大学生活を実現します。学籍番号が紐付けられ、出欠管理や電子マネーでの支払い等が可能に。また手数料を払うことで裏面を自分だけのデザインに変えることができます。学生証と連携したプラットフォームサイトでは、証明書や学割の発行をはじめ、貸し出し機器や設備使用の申請を行え、それぞれの担当者に通知が行くことで許可を求めることができます。また SNS の共有、教授や学生間のメッセージのやり取りなど、さまざまなコンテンツが用意されています。そんな新しいカナビの未来を描く、それがカナビジョンの提案です。
Thank you.
ターテインメントというものがますますこう進化と革新を続けているように思っています。近年では特にそのデジタルやネットワークを活用した拡張によるエンターテインメントがますます発展する一方で、現体験のエンターテインメント化も確実に進んでいるように思います。いずれも今後ますます細分化されて、より狭く深い体験の提供というものがますます発展していくというふうに思っています。また体験したことを即座にその場で共有するということも、昨今のエンターテインメントにおいては必要不可欠な要素となっているように思います。狭くても深く届く魅力的な体験というものが必要なんじゃないかというふうに考えていました。これからのエンターテインメントということをその学生主体で考えてもらうということについては、最初の印象としては難易度が高いなといったところが正直な感想です。まあ、それであるからこそ、まあ、学生の個性っていうものに、フォーカスをして興味深い提案というものを、心がけるように考えていっていました。今年の学生というと難しいんですけど、最初の印象としてはそこまでこう突出した個性っていうものが見えにくい。ただまあそうした一人一人に時間をかけて対話を重ねると、やはりそのうちに秘めている個性というか癖のようなものをやっぱり持っているので、そこを極力切り取ったり削除したりせずに、そこを輝かせていくかっていうところを注力して、まあ、学生と付き合っていました。デザインという行為の広さと深さについて、考えてもらいたいという思いがありました。一つテーマとして自分ごととして、その課題に取り組んでもらうということです。まあ、一般的な手段としてはペルソナだったりだとか、ある特定のユーザーを、想定して考えるっていう手法ももちろんあるんですけども、狭く深くという中では、やはりその個人の考え方だったり思いだったり熱量っていうところを、しっかりと表現できてないと、届かないのではないかなと。あともう一つはその自分ごと、端的に言うとその自分をユーザーにとしてアイデアを出してもらう。まあ、そうすることでやはり判断基準っていうものを自分の中のその美意識だったり、心が揺れるか揺れないかっていうところが、まあ、結果的にそれがすごく個性的でユニークなアイデアになると、考えていたので、そういった自分ごとというものをテーマに課題に終始取り組んでもらいました。学生一人一人がやはり自らが調べて試し考察し表現するという、ある種当たり前のことなんですけども、そこを徹底的に取り組んでもらうことで、そのデザインというものはここの解釈と表現ですので、そのあたりを深く考えてもらうということを念頭に取り組んでいましたし、これからもそういった考えをもとにデザインという行為を楽しんでほしいというふうに思っていました。まあ、これからのエンターテインメントっていうのが、単にこう一つの大きな分かりやすい楽しいイベントということではなくて、もういろんなものとことにあふれているからこそ、いろんな心の隙間の種類を持った人たちがこう生まれている中で、やっぱり多様な解決っていうのが求められている時代になっているんだろうなっていうのは肌感で感じました。僕らのチームはですね、一番進捗が悪かったので先生方にもご心配をおかけしたんですけど、学生たちに決めてもらうっていうことを非常に重視したんですね。彼らが生まれた時から感じてきたその時流の流れみたいなものっていうのは、やっぱ彼らしか分からない部分がどうしてもあるってことは僕の強い思いとしてあって、ただそれをやっぱりこう形にするためのスキルだとか、そういうところはどうしても経験則によるところもあって、未熟なところがあったので、そこを引き出すのがすごく時間がかかりましたし、私自身の苦労でもありました。本当にやりたいことというか、本当に解決したいこと、本当にこう提供したいことを引き出すということに注力していて、なんとかアイデアを出すときに、なんとなくこう課題っぽくなるというか、その綺麗事を言ってしまったりとか、
なんとなくこうまとまりがいいアイデアに行き着こうとした中で、なるべくその個人の人間性だとか、そういうとこからにじみ出るアイデアになるようにちょっと仕向けてみたんですね。私自身もこの課題が本当に学生の時代に、自分が学生の時代にあればよかったなと思うぐらい本当にいい課題だなと思ってまして、デザイナーが物だけをデザインしているわけじゃなくて、当然その物は何かこう体験を生むための装置だったり手段だったり、そういうまあ使われるものであればそういう役割になっていくと思うんですけど、まあ、逆算してこう体験を設計してそこに必要なものを当てはめていくっていう視点はやっぱりデザインの本質だと思うんですよね。まあ、よりそこの課題を通していろんなこう職能を持った人とかその考え方を持っている人とまあコラボレーションして課題をまあこなしていける、まあ、さらにはこう課題にとどまらず実際に社会にインストールするものを学内のプロジェクトで起こしていくっていうことをまあにつながっていくと、まあさらにまあ大学教育そのものがよりいい方向に向かっていくなと思ってまして、その自分のその枠組みを決めない、言葉にするとプロダクトデザイナーならプロダクトデザイナー、グラフィックデザイナーならグラフィックデザイナーってこう当てはめちゃうとそれしかできないように見えますけど、そうじゃなくて、まあ自分の専門領域はそこにあるけども、でも視点は無限大にあっていいわけだし、今はもうなるべくプレーンな状態で自分のまあ感じていることに素直に行動できるようなあのことを意識してもらえたら嬉しいなと思います。もうプロダクトそのものね、細かいディテールがうんぬんかんぬんは、まあ、どんどん詰めていきゃいいしやるに越したことないんだけど、あのそこよりもあのもう少し大きい枠で話がしたいですよっていう話をさせていただきました。僕がアサインしたのがあの2人、白川さんに UX 見ていただきたいと、でビジュアルコミュニケーションのところはあの松田さんにお願いしたいってことで、実は2人に協力は仰いだと。商品がお客さんにこう届くまでの間にどういう経路を伝っていくのか、あとお客さんが使うときにどんなことを考えてこのものを使うのかとか、そういうところって結構やっぱ重要で、まあ、そのあたりのナレッジがうまく伝えられるといいなと。テーマのエンターテインメントってこの難しいと思うんですよ、うん、めちゃめちゃその中でもののデザインをしていく知っているその学生さんたちが一体どういうアプローチでどういうものを作っていくのかっていうのも、その先にそのユーザーの楽しみとかそういった価値を提供するものが ID から広めていけるってすごくいいなって思っていて、ソニーに通ずるものが結構あるなって今回思ったので、あの学生さんたち の, そのエンターテインメント感についてみんなが何考えてるのかって知りたかったので、春休みの時の課題だったかな、あの論文みたいに見させていただいて、自分からアクティブに喜怒哀楽をしてみようっていう風にしてきたんだっけって思うことも結構あるんですよ。ほぼほぼ僕の印象だとあの8割ぐらいがあの日常の中のその楽しみ、そこで収めた方がいいものがいくのか、いやでもひょっとしたらもう少しダイナミックレンジを広げてあげた方がいいことが起こるのかみたいな、結構悩んだ瞬間があって、一番最初のカナビでやったキックオフの時に言ったんだけど、最終的にはあのこう来たオーディエンスに対して自分がやりたいっていうエンターテインメント面白いでしょっつって感動させるか笑わせるか泣かせるかも何でもいいんですけど、まずみんな楽しくやろうねっていうのが一番最初のステップだったんです。ある意味そのマッチングっていうのかな、あのいろんな技術僕らデザイナーがもう何年もやってきていろんな引き出しがあって、そういうのが大体見えるのに対して、まあ、まず学生さん一人やらなきゃいけないと、まだそのせいぜい3年生でそんなにこうデザイン経験積んだわけでもないから、でその人たちがまず興味あるテーマということが一つと、この人はビジュアルが得意なのか、あのストーリーテリングが得意なのかっていうのをこう見極めながら、この人がすごく興味がありつつしかもこの人が最後はいいアウトプットにつなげられそうなものをこう選ばなきゃいけないんですよね、っていうそのマッチングのところが結構時間かかったかなっていう感じしますね。自分の作品じゃないものにあんだけ意見を言い合うっていうのはなかなかなくて、今回学生さんにもやってもらったんだよね。
あなたがこの作品作ってるとしたらどういうことが仕上げられるとか、人の仕事とか人の作品の目線で自分の脳内シミュレーションで俺だったらこうするよねとかっていうところをやれるっていうのは経験も増えるし、そういう会話を通して僕たちみたいな現場の人間が どういうふうな考え方でどういうふうに商品というかサービスだったりとかそういったものをデザインしていくかっていうところを知ってもらうことがそもそもすごく彼らにとってはいい経験っていうか、やっぱお互い話できるようになってくると、なんか自分だけだと通らないルートに気づくっていうか、このルート自分通らない代わりに客観視した時に、その自分が考えつかないルートを見れるわけで、結構なんかその気づきみたいのは、まあね、今後もずっとね、あるとすごく豊かになりますよね。それ続けてくれるといいですよね。そうですよね。もちろんどっかではそのクラフトマンシップ的にそのもののシェイプとかね、あのもののありようとかっていうところが大事なんだけど、でも勘違いしちゃいけないのは、物は物単体じゃ存在できないんで、大きなそのサービスの中で物をどうやってそのしつらえれば成り立つかっていう部分のこのバランス取れる人と、でもあんまりそのバランスでね語りすぎるとつまんなくなるっていう側面もあって、ある時はその物のその姿がしびれてね、サービスを考え発想させちゃうっていう部分もあるでしょうと、まあ、その両方僕は期待してるんですけどね、っていうあたりは今後の期待です。Entertainment from here on. Actually, the theme is, I think, it's a continuing theme with the Kanazawa students. The theme itself, I think the idea of trying to redefine entertainment is a really interesting one. Being real about real people's lives is a good start point. For anybody. So we, in our business, in our design business, that's where we start, you know, to identify the user's needs. During the course of the project, working with the students, I tried to encourage them to interview real people. So, you know, go interview an old person, go interview a young person, go a man, a woman, a child, etc. We're designing things for real people in the real world. So what we need to be able to do is identify the desires and needs of an individual and then use that to help guide the design of something. So that's one of the things that I would encourage the students to be thinking about when they're working as designers. So I think for young designers, they need to see and understand design in a very holistic way, not just shape making, not just mark making. Those are the kind of tools to allow you to communicate, but you need a kind of bigger thinking, I think, to create products which are valuable for people. Maybe I could say something about the students at the Kanazawa Art University. I think this was my first time to work with that university. I think the students had a really nice attitude, and I think they had a very good curiosity, I think, for finding you know, some new solution. Which I think. 皆さん、よくできました。していくといいかなっていうのは全く持ってなかったです、ね、学生って今何考えてるのかなぐらいの感じでコミュニケーションをしていて、そしたらうちのチーム3人とも自分の友達や仲間とのコミュニケーションに話が行くんですね、
仲のいい人たちと、コミュニケーション取りたいんだけども、なんとなく恥ずかしい、ちょっと照れちゃうのを簡単に乗り越えられるモビリティみたいな。結局3人ともそこに落ち着いたんですね。運転するっていうのにもちょっと行くんですけど、一人じゃないんですね。だいたい3人ぐらい、3人ぐらいが気持ちよくっていうのがそれぞれの答えとして言ったんですけど、そこがなんとなくその今の、まあ、少なくとも僕が付き合った3人の彼らが思うエンターテインメント、実際 その人と直接会った時のコミュニケーションみたいなのが大切にしてるっていう、そういう欲求がすごい強い、まあ、そういったところから彼らが思うエンターテインメントっていうのが直接のコミュニケーションを和らげるみたいな感じにつながったのかなと思います。うちのチームは二輪チームと称してたんだけど、自転車もそうなんですけど、曲がりたい方向に倒していく本能的なのがあって、それに自分の人間の持ってる力じゃない力が使えて、すっ飛んでいけるっていう、それ自身がエンターテインメントだと思ったんですけど、何かしら別の付加価値が生まれてくるんだろうなっていうのが予測されてて、三者三様なんですけど、今の価値じゃない価値を見出そうとしてるんで、僕らはその基本その乗り物自体がエンターテインメントだよっていう感覚はあったんですけど、彼らの感覚で発想したらどんなものが出てくるかなって、そこのところは脇から見てて、あ、じゃあそれ面白そうじゃないっていうスタンスでいたんですけども、車とエンターテインメントってなんか難しいっていうか、今までもこれからもっていう部分が多分相当数を占めてて、ただ新しい技術によって、あるいは新しい目的地ができることによって、なんか違うエンターテインメント性みたいなのが乗っかってくるのかなっていうところは考えられるんで、人がなぜ移動するのかみたいなところが、新しいものが乗っかってくるとちょっと変化するかな、でも多分ちょっと変化で、そういう意味ではこれからもある程度の普遍的な、原始的なエンターテインメントの上に、何かがトッピングされていくっていう形で徐々に変化していくのかなっていう。うちの4人は途中のコンセプト段階で所有か共有かっていうのをすごい議論したんですけど、結果的には4万とも個人所有してもいいし、何かのコミュニティで共有してもいいし、何が楽しいのっていう時にあんまりデジタルで最新技術で、まあ、ちょっとそういう時期もちょっとあったんですけど、そうじゃなくて単純にこれが楽しい、海の中からこう入ってって、プンってジャンプしたら楽しいねとか、あ、そう楽しいね、鬼ごっこ楽しいねとか、そういうところから入ってったんで、その機材を自分で持っても共有してもどっちでもいいみたいな方向にはなりましたね。